イギリス空母艦隊によるタラント空襲が失敗に終わり、日米両海軍では航空機不要論が主流を占めるようになった。代わって第一次大戦を彷彿とさせる対艦巨砲主義が息を吹き返し、ついに1941年12月8日、南雲中将率いる新88艦隊はハワイ真珠湾において艦砲射撃による奇襲攻撃を行った。一方、演習でたまたま難を逃れた米戦艦艦隊は直ちに追撃を開始、両軍はミッドウェー沖で遭遇した。敵艦隊発見。
了解。了解。
了解。了解。敵艦隊撃滅。日本海軍はミッドウェー沖にて戦死に残る大砲撃戦の末、ついにアメリカ戦艦艦隊を完全に撃滅した。これは日露戦争における日本海海戦に次ぐ快挙であり、その大戦果に世界中が共闘、日本国内は戦勝の方に沸き返っている。Thank you.